さて最後のやり込みはアトランティスの謎、謎は全て解けた？アトランティスの謎、全100面もの様々なステージが存在し、行方不明となった師匠を探し出すことが目的のゲームだが、その名の通り非常に謎が多く、真っ暗で何も見えないステージや、たどり着くとゲームオーバーになるまで死に続けるステージ、さらに進んでいる面から前の面へと戻されたり、自滅することでワープしたりと、超難解なゲームとして有名。しかしこのやり込みはなんと3分10秒16でノーミス最短クリアを達成。果たしてクリアの果てに目にするアトランティスの謎とは何か。それではとくとご覧ください。いよいよファイナルゾーン突入。降りかかる凄まじい攻撃をくぐり抜け、立ち止まることなく華麗に突き進む。そして石にされている師匠を発見。見事救出に成功し、ゲームクリア。ではアトランティスの謎とは一体何だったのか。それは救出した師匠がなんと一期の主人公ゴンベではないですか。最後まで謎が謎を呼ぶ結末でした。